動しています。はい、私服公演でーす。ちょっとあのバカ高ヒールはやめた。本気で踊ろうと思ったのでやめました。なんかね、この子ね、なんかめっちゃ高いヒール履いて、厚底って 12cm ねみたいな履いてやろうとしてて、ここへこけるんちゃうみたいな話でな、そらさんが一回こけて骨折したらしくて、あったからやりといたなって言って、なんかルナも今日雰囲気違うね。そう、あの友達にね、そう借りたんです。すごい似合ってます。ルナっぽくないもんね。そう、ぽくないの。それで言うとあなたもね、えルナはミコシバルールに借りたよ。韓国美人似合ってます。かわいい。そう、ギリギリまでずっとね、あの生誕衣装手伝ってて、だからかあのお礼に貸してもらった。あらら、よかった、お似合いですわよ、ね、みんなそれぞれいつもと違う雰囲気の人もいますし、いつもっぽい雰囲気の人もいますし、良いんじゃないでしょうか。良いですね。それでは皆さんね、この後の後半戦も一緒に盛り上がっていきますか。イエーイ、盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください、アイドル恋愛の。
でございます。絶対来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日私たち、カ